7番ホール左ドッグレッグのパー5です。ここまで1バーディー1ボギーイーブンパーの大芝選手の7番ホールのティーショットです。ナイスショットです。これは強一と思われます。フェアウェイど真ん中。ここまで6ホール全部パーの正田選手です。これも今日一番です。真ん中です。かなり飛んでます。加藤先生ちょっとボギーが目立ってますけれども、ここから挽回したいところです。これはかなり右に出てしまいましたけど、右広いので問題なさそうです。7番ホール加藤選手のティーショットはフェアウェイ右のバンカーに捕まってしまいました。ここは手堅くフェアウェイに置いてくると思います。ナイスショットです。フェアウェイど真ん中に置いてきました。大島選手7番ホールティーショットフェアウェイど真ん中です。ナイスショットです。正田選手7番ホールティーショット、こちらも素晴らしいティーショットでフェアウェイど真ん中です。これも素晴らしいショットです。加藤選手セカンドショットバンカーからここまで持ってきて残り約170ヤードです。7番ホール3打目です。グリーンちょっと左に外れましたけど特に問題なさそうです。大島選手7番ホールセカンドショットここまで持ってきて残り100ヤードちょうどです。3打目です。ピン右のバックスピンでかなり戻ってきてしまいましたが乗ってます。正田選手残り95ヤードです。3打目です。これもやや右ですね。ナイスオンです。7番ホールパー5加藤選手の第4打目です。2、3メートルオーバーしてしまいました。まだ15メートルぐらいある上りスライスの長いバーディーパットです。ナイスです。1ホールパー5スリーオンしてます。正田選手のバーディーパット。おし、ナイスバーディーです。加藤選手のパーパットです。3メートルぐらいの下りです。ボギーとしてしまいました。
所のハンバーグです。ナイスパー。8番ホールです。374ヤードパー4です。ここは珍しくほぼまっすぐのパー4です。8番ホールのティーショットです。正田選手バーディーを取ってここまで1アンダーできてます。フェアウェイやや右、バンカーには入ってないと思います。大島選手ここまでイーブンパーで8番ホールティーショットです。かなりフックして、これは大丈夫そうですけど、ちょっとかなり左に曲げてしまいました。加藤選手7番でまたバーディー、ボギー打ってしまいましたが、ここから挽回したいところです。8番ホールティーショットです。ナイスショットです。加藤選手フェアウェイど真ん中からです。また距離はかなりあります。ほとんど乗ったようなところですね。正田選手のティーショットは8番ホールティーショットは右のバンカーに入ってしまいました。ちょっと顎が気になるかもしれません。ナイスショットです。グリーン左ギリギリ、グリーン左の手前のバンカーに落ちたかもしれません。大島さんのショット、フェアウェイ左端から、ちょっとすいません、見失ってしまいました。加藤選手のセカンドショットはグリーンの手前です。浅田選手のセカンドショット、私バンカーに入ったかもと言ってしまいましたが、アンカーではなかったです。大島選手8番ホールグリーン奥に2オンしてます。10メートル近い下りのバーディーパットです。1メートルぐらいオーバーしてしまいましたが、次は上りのパットになります。3打目ここに寄せて2メートルほどのパーパットです。ナイスパーです。ナイスパーです。ナイスパー。最終ホール、正田選手ここまで1アンダーで9番ホールティーショットです。ナイスショットです。大島選手ここまでイーブンパーで9番ホールティーショットです。
しょう。フェアウェイど真ん中です。加藤選手4オーバーですけれども、ここからと午後からに期待しましょう。9番ホールティーショットです。ちょっと左にチーピン系ですけど大丈夫そうです。増田選手9番ホールのセカンドショットです。残り165個ぐらいです。ナイスオンだと思います。大島選手の9番ホールセカンドショットです。残り160ぐらいですね。多分乗ってると思います。加藤選手のセカンドショットです。9番ホール残り160です。ちょっとグリーン左にナイスオンっていう感じでしょうか。あ、ちょっとこぼれました。ヘッジから 2,3 メートル左にこぼれた感じです。9番ホール大島選手と増田選手は2オンしてます。加藤選手はちょっとこぼれたところです。1メートルぐらいのパーパットを残しました。浅田選手のバーディーパットです。惜しい。ナイスパットです。ナイスタップインパーです。ナイスパー。大島選手の4メートルぐらいのバーディーパットです。ちょっと打ち切れませんでした。加藤選手1メートルのパーパットです。よし。ボギーとしてしまいました。大島選手のパーパットです。ナイスパーです。ここまでイーブンパーで前半終了です。